いつもロペライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、ロペライオ世田谷店の商品でございます。2021年式のメルセデス AMG の G63 20周年アニバーサリーエディションをご紹介いたします。で、G63 はですね、何回かロペライオチャンネルでも紹介してますし、それこそ G350D、G400D も紹介してるんですけども、まあ、今回また特別仕様の限定車が入ってきたのでご紹介させていただきます。でもですね、限定車と言いますけど、なんか限定車ばっかり出てるような気がしませんか。 G63 ってそろそろエディション1があったり、あとはアニバーサリーエディションがあったり、あとはマヌファクトゥーバがあったり、ストロンガーがあったり、まあ、いろんなエディションがあるんですけども、今回は一応300台限定というモデルが入荷しています。で、一応これは右ハンドルの、マグノマンガナイトグレーというカラーになるんですけれども、ですね、300台限定のうちこの右ハンドルのこの色の仕様は100台、そしてうち左ハンドルのこの色の仕様は100台で、ないし外装がクラシックグレーというカラーがあるんですけども、このカラーで右ハンドルで50台、左ハンドルで50台、合計300台生産されたというモデルになっています。で、こちらの車、2021年式なので、まあ、今で言うと、まあ、2年落ちになりますかね。で、2年落ちの走行2000キロのモデルになっております。で、当時の新車価格が2635万円になっておりまして、現在のロペライ価格が3348万円になります。で、これが2000キロですよ。そしてもう1台ですね、実はここにあるんですけども、はい、こちらのモデルが同じ20周年アニバーサリーエディションで走行距離が1000キロになります。まあ、1000キロ以下ですね、今800キロぐらいになるんですけども、で、こちらで今ロペライ価格が3398万円のプライスになりますので、約1000キロの走行距離の違い、まあ、ハンドルは右も左もありますけども、それで約50万円の差があるというような形の相場感になっております。まあ、でもゲレンデで、ね、今年に入ってちょっと気持ち相場が下がったかなと思いきや、まだまだプレミア価格がついているということで、入社の豪華買取はこちらでございます。0120オーハローいい車、キオラ取っていただければ10分リモート査定もできますので、ぜひこの機会にご利用ください。よろしくお願いいたします。ではでは、スペックの方ですけども、まあ、こちらは G63 全部一緒ですね。4リッターの V 型8気筒エンジンを搭載しておりまして、最高出力は585馬力、最大トルクは850ニュートンという形になっております。そしてこの20周年アニバーサリーエディションといえば、やはりこの外装色、シャンパンゴールドの、まあ、グレーというんですけども、シャンパンゴールドの艶なし、艶消しバージョン、そしてナイトパッケージがついてますので、まあ、バンパー周りもブラックの艶消し、そしてウィンカー、ヘッドライト、そしてグリル、ここもナイトブラックパッケージになっているので、まあ、黒になるという形になります。あとは下回り、これはまあノーマルのままなんですけども、まあでカスタムとかされる方はここにグリルガードをつけたりとか、あとはここに、ね、アンダーカバーをつけたりというのも、ちょっとまあおしゃれに乗るポイントの一つでもありますね。じゃあちょっとですね、エンジンルームを少しちょっと見てみましょうか。はい、おっと、大丈夫か。はい、おお、はい、エンジンルーム、ここはちょっとね、ツヤピアノブラックみたいな、ね、カバーになってますけど、カーボンにはなってないですね。やはりその AMG 手掛けた方の、やっぱ組み立て方のやっぱロゴが入るという形になってます。ゲレンデの故障あるあるに関しては、昨年にですね、上げた動画、これが1個前の形のゲレンデワーゲンになるんですけども、それでも動画公開してますので、気になる方はチェックしてみてください。なんかパワーウィンドウが弱かったり、サンルーフから雨漏りがしたりだとか、サンルーフが動かなくなるっていうトラブルに対してちょっとご案内をさせていただいております。ただこの現行モデルに関してはそんなに故障はなんか出てないということだったので、まあ、そのあたりある程度ね、対策されているのかなというふうに思います。では閉めます。お、はい、 OK です。じゃあ続いてサイドをご紹介します。はい、でこちらサイドです。サイドもやっぱナイトパッケージ入ってるんで、まあ、ナイトパッケージってオプションではなくて、このグレードになると標準でつくんですけども、やはりね、このリムの周りもこれちょっとグレーになってるんですけども、エディション1とかね、エディションモデルだったら赤になったりしますけど、これはグレーになると。そしてナイトパッケージ、まあ、いわゆるエンブレム関係も黒ですよと。でドアミラーも黒、ね、これフェンダーなんかももちろん黒になっていてという形になっているっていうところでしょうかね。そしてタイヤサイズは日系540の22インチ、これがまあ前後、同じサイズでついています。でブレーキキャリパーが赤くなって、ドリルドローターディスクが入っているということですね。そしてインテリアです。
インテリアは基本はエクスクルーシブになってますので、ダイヤモンドスティッチ入りなんですが、上質な革を使っているナッパレザーになっているということです。ステッチは白というよりちょっとグレー目のステッチが入っていますので、基本限定車であってもこの辺りの内装の仕様というのは、まあ、G63 はまあほとんど一緒ですかね。そして後ろです。はい、リアもまあ走行距離がまあ2000キロなので使用感もなくて綺麗です。うん、でもね、あの G クラスのレビュー何度かしてますけども、 G クラス乗ったら次何乗るっていうのがね、やっぱり気になるポイントだと思うんですよ。アルファードどうですか？輸入中古車専門店なんですけど、アルファードに乗られる方もいらっしゃいますし、次は何って言われると G63 乗っちゃうと、GLS マイバッハとかロールスカリナちょっと大きすぎるみたいな、レンジローバー現行確かに出たけどそれまだまだまあ納車されないし、ちょっとプレーネもついてるしみたいなね感じで、非常にねいい金額で売れるんですけど、次買う車もやっぱりちょっとね探すのに困るというような形です。まあ、僕もちょっと欲しいんですけど、まあ、ここまで予算はないかなと。ちなみに、はい、カーコーさん的な63次おすすめは？いや、63のおすすめ、63の次の、あ、次のおすすめ、はい、GLS600 マイバッハなんですけどGLS600 になるとちょっとサイズも大きくなるんですよ、はい、この車だってサイズが4メーター77で、まあ、ほぼ2メーター弱2メーター弱なんですよ。 GLS になるともう幅がもう全然大きくなっちゃうし、長さも大きくなるんで、ちょっとね道が狭いとか駐車場止めるのに大変だなっていうところはあるかもしれないんですけど、このゲレンデって意外と小回りも効きますし、うん、結構狭いところも行けるんで、まあこれの、まあ、車高とか考えると難しいな。でも僕のおすすめはレンジローバーですけどね。え、やっぱりレンジローバーいいです。まあ、まだずっとね僕乗り換えずに僕乗ってるんですけど、僕の次の車も決まんないなと。でも G350G400 もいいなとは思ってるんですけど、まあね、よく言ってしまえば63乗りたいですけど、まあ、でもリセールはいいからな、1年乗ってもな、そんなに値段下がらないってことを考えると、まあ、それもそれでありなのかなっていう、短期で考えればありかもしれないですね、はい、すいません、ちょっと話はそれましたけども、で続いてちょっと後ろもご紹介します、はい、では後ろです、まあ、これもナイトパッケージついてるんで、やっぱ AMG のロゴやっぱりブラックになりますよね。アウディで言ったらブラックリングスとかっていうね仕様があったりしましたけど、ブラックエクステリアパックみたいな形になってると。じゃ あちょっとトランクも一応開けてみましょうか。開けるとこんな感じです。トランクね、相変わらずあの狭いんですけど、やっぱりカスタムされてる方も多いんで、ここにね板敷いてこの上に物を乗せたり、あとはゴルフバッグはねちょっと斜めだとちょっときついんで、ウッド関係抜いていただいたりだとか、ちょっとね立てかけるような形に入れていただくと、まあ入ります。あとサブチャンネルでもですね、ゴルフバッグの縦に乗せると4つ入ったりとかっていうのも検証してますので、ぜひご覧くださいという形ですね。で続いてちょっと運転席周りに行ってエンジンかけてみたいと思います。ちなみにこのハンドア、ね、まあ、これくらいだったらハンドアなっちゃう、うん、閉まる。これさっき別の G400 が弊社のストックにあって、それを改装してたらここが開いてますっていう警告とか出てたんですよ。やっぱりドアが窓ガラスもちゃんと閉まってる状態で、一つだけ閉めようとするとちゃんと閉まるんだけど、やっぱハンドアにね、やっぱね、まあ、なっちゃう車も、あ、これハンドアですね、やっぱしっかりバンと閉めないとダメかもしれないですね、はい、そして運転席周りです。ステアリングはねカーボンステアがつきます、うん、あとはドアパネルのね、モンピアノブラックとカーボンパネルの、コンビになってると。あー、スピーカーもねブルメスターついてるんで、ドアパネルだけでもスピーカーが2つですよ、ここと下とというについてます。ではでは早速エンジンかけてみます。エンジンはねどのモデルも一緒だと思うんで、あ、今走行距離1819キロ、まだ2000キロ行ってなかったってことですね。そしてエンジンかけるとこの AMG という、あ、これはオプションでついてます。唯一この車のオプションはこのデジタルインナーミラーと、まあ、レーダーですかね。それ以外は基本は全部標準でこんな豪華装備になるんですね。ではエンジンスタートです。プッシュボタンは左側。おー、やっぱりこの音聞いちゃうと63だなって、やっぱ V8 だなって思うんですけど、やっぱり G550 も、ね、ほぼ似てるようなね感じの音だったんで、そこからするとこれが今プレミアついてね、まあ、2000万円台には入ってますけども、あ、プレミアついて3348万円ってことですけど、 G550 だったら1000万円以上
ね、安く買えるんで割安感はかなりあるかなっていうふうに思います。じゃあちょっと吹かしてみますね。いきます。 UPC カードが挿入されていません。あ、ここのパネルも IWC って作るのね。これかっこいいわ。燃料が少なくなります。はい、大丈夫ですよ。あ、そうだ、ゲレンデタッチパネルじゃないんだ。そう、 MBX もついてないんだよね、はい、そしてマフラー入れちゃいます。マフラー入れると、あ、こういう感じですね。いきます。うん、いい音じゃないですか。はい、じゃあこのまま何回もやってるんですけど、一応ライトチェックもやってみたいと思います。やっぱゲレンデ、やっぱ乗り込むシーンがかっこいいね、なんかね。そしてエンジンを始動すると、今ライト、そうなんですよ、これキラキラ光るでしょ、プロジェクターがかっこいいな、やっぱり。はい、じゃあスモール、あ、ライトオフ、まあ、一応できてますね。はい、でスモール、そう、このスモールがかっこいいっすよ。はい、でロー、うわー軽い、もう上も下も真ん中のプロジェクターもつくんですね。はい、でハイビーム、おお、はいはい、真ん中のプロジェクターが切り替わってると。はい、ウィンカー、はいはいはい、反対、はい、でハザードね、これも G63 前型と一緒であれなのかな、ウィンカーも焼けちゃうかな。はい、 OK です。では歩行者がいることを想定した優しいホーン、合格合格 OK です。では後ろも見てみましょう。では行きます。ではまずはブレーキ、ああね、ブレーキランプ赤い、ちゃんとね、これも焼けちゃうんかな。はい、でライトオン、はいはい、そしてブレーキ、はい、ウィンカー、はいはい、で反対、はい、でハザード、テールが小さいですね、前の比べ形と比べると。はい、バック、はい、バックランプ2つです。 OK、 リアフォグ、あーははは、はリアフォグ、ブレーキもう1回、あーね、ブレーキランプは外側だけがつくと。はい、でリアフォグ解除でブレーキ、あーね、これ全部がつくよということですね。はい、 OK です。はい、それではこれから試乗に行きますけども、まあ、基本 G63 乗った感じはどれも一緒だと思うんですけど、まあ、仕様が違うのでそのあたりのまあ走行シーンなんかもですね、お楽しみいただければと思います。では行ってきます。では出発しましょうか。おお、ウィンカーバルブが、ウィンカーのレンズがやっぱ黒いのもいいね。このホイール違うけどな、あれこれだったっけ、違うよね、これストロンガーのホイールじゃない、これ。うわ、カーボンもいいな、これ。マヌファクトゥーアはカーボンじゃなかったような気がするけどな、いいな、このギラギラ感すごいよね、このイルミネーションランプといい、このギラギラ感といい。じゃあシートヒータープラス使っちゃいますか。うわ、このブレーキよ。でもね、東京走ってるとね、 G63 もすごい多いっすよ。もうゲレンですごい勢いで見ますからね、まあ、それだけ人気があるっていうところもありますし、納車されないとか納車待ちのお客様もたくさんいらっしゃると思うんですけど、それでも本当かなと思うぐらいすごい、かなりの台数を見ます。まあ外車さんだから気にして見てるのかしんないですけど、うわ、もうシートヒータープラスもうあったかい、さすが。うわ、でも大きいな、このモニター。ネオ東京って書いてあるな。ネオ東京さんのっていうメーカーなのかな。ギラギラ、ギラギラ。あ、鍵はね、ここに入れておきましょうか。よいしょ、こうしてね。あ、いいね、いいね、このバッジがついててね。はい、こうか。はい、はい、そして、もう、ほうほう。おー、コントロールボックスもいいじゃない、ね、ガラスサンルーフね、つきました。うわ、車検証ステッカーの位置、あそこ、そこ新車時でそこにつけたんだろうな、なんでそこなのって思う感じもするんですけど、そこなんだ。
燃費 2.1？ どんだけ悪いの。スタート後、あ、リセット後、あ、じゃあリセットしますね。ここでリセットします。ここもリセット入りました。なんとかね、燃費5以上は走らせたいとこですね。でも4リッターだからね、こっちの方がやっぱ良くなってるんでしょうね。お、ダイナミックシートで今ここのランバーサポートがくぐって動きました。シートシート、リラクゼーション入れていきましょうか。リラクゼーション入れて、うん、強力でいきましょう。で、ホット、肩、クッションシートの、あ、お尻ね、あ、お尻は僕大丈夫です。バックレスト、あ、バックレストいいね、うん、あ、はいはいはい、あ、来た来た来た、あ、いいね、バックレストいいじゃない、はいはいはい、うん、こうやってね、どこがいいんだろうな、やっぱウェーブかな、じゃないや、S6 3かぶり、屋根閉めてますけど、なんかちょっとその、この車が見える、このやっぱマフラーなのかな、すごく筋肉質ですよね、なんか、締まって見える。うん、でね、そういうボディのライン、ね、リアもスポイラーみたいな形でちょっとスッとなってるし、うん、トランクのところもちょっとこういう風にね、アーチラインみたいなものがあったりするんで、うん、やっぱ迫力はやっぱあるな。あそこ矢野さんのステッカー貼ってありますよ。あそこじゃない方がいいんだ。何のピーピーだったの今のは。いいな、やっぱゲレンデ迫力あっていいな、やっぱり。そう、やっぱ絶えずゲレンデフリークの方がいらっしゃるのもよくよくわかりますよ。うわ、やっぱ車高が高いと景色が違う。毎回言うけど毎回思う。あまり G350 から400とか400から63とかっていうオーナーさんはいらっしゃいますけど、 G63 乗っちゃうと次 G63 また新しいモデル出たら買うとかっていうオーナーさんはあんまりいらっしゃらなかったな。さあどうでしょうか、この限定20周年アニバーサリーエディション300台限定です。この仕様、ホイールといい、このボディラインといい、うん、マットブラックのペイントとツヤなしのゴールド、この組み合わせ、そしてテール、背面タイヤもイカつくドーンとかっこいい。これで全長 4m66 プラスタイヤ、うん、あ、これステアリング周りも綺麗だわ。全然ここよくね、汗とかね、ちょっと擦れちゃって白くなっちゃってる車とかも多いですけど、これは結構わりかし綺麗ですね。まあでも乗り心地は随分良くなりました。さすがゲレンデです。ブレーキも効くし、結構静かっちゃ静かだな。ゲレンデはなんかもうそもそも乗り心地がなんかいいっていう車じゃないんで、僕は63でもありかなっていう気はしますよ。なんかエスカブリーはやっぱり550がいいな。何なんでしょうね、やっぱ優雅にラグジュアリーに乗るっていう用途と、この G クラスみたいにね、この攻めで乗るみたいな、ね、350-400 も別にいいんですけど、やっぱ63乗っちゃうとやっぱ音やパワーの物足りなさを感じちゃうっていうねところ、うん、あと63っていうやっぱのステータスはやっぱり何者にも変えられないですよね、うん、だいぶやっぱ迫力もあるし強い印象です。
今日はね G63 の、ね、レビューはもうサブチャンネルとメインチャンネルもやってるんで、この外装をね皆さん見ていただいて、こんなかっこいい仕様なんだよというところを、まあ、メインにねしていただいて、ご検討の候補に入れていただければなというふうに思います。それではどうでです。今回ちょっとね、あの走行シーンちょっと少なめのレビューですけれども、まあ、あのこれまで G63 何回かレビューしてるんで、そちらもね気になる方はチェックしていただければというふうに思います。まず今回のですね20周年アニバーサリーエディションは、やっぱり内装外装のやっぱり仕様がやっぱ特別仕様になってるんで、やっぱそこが一番いいっていうところですよね。だから限定ならではのこの仕様だからゆえに、まあ、台数も300台と限られていて、まあ、中古相場もぐっと上がっているというところになっています。まあ、これからもまた限定車っていうのはね出てくると思うんですけども、基本的に乗った感じは一緒なんで、そのまあ仕様のところで、まあ、どういうふうにねあの皆さんの好みと合うかどうかっていうところだと思いますし、正直でも G350 も400も550も、まあ、550ちょっと違うかもしれないですけど、63しかり、まあ、限定は本当にリセールがいいので、まあねちょっと転売目的って言われるとねちょっといろいろあるかもしれないですけど、ね、売却してもそれなりにいい金額でお買い求めいただけるというところでございます。で、まあ、まとめ点数としてはですね、これまあ何回かレビューしてるんで難しいな、そうだもんな、乗り味は一緒だもんな、だからまあ90、95点ですかね。やっぱりかっこいいし乗っても重厚感あるし、やっぱそれは欲しいっすよ。欲しいけどちょっとな金額が高いんだよなっていうところですよね。金額がなもうちょっと、ね、新車価格よりも安かったらなって思いましたけど、でも本当に一時は2000万円ぐらいでね普通にね G63 売ってましたからね。距離走ってていれば1000万円後半ぐらいでもねあったんで、あの時買っとけばななんて、まあ後悔はね先にできないですから、まあ、そういうふうにも思います。ということで今回のロペライチャンネルは以上となります。引き続きロペライチャンネルではライブやあとはサブチャンネルで、SUV の紹介、あとは気になる車の特選車などを紹介してますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。